おいしょ、ゲーム一生懸命マリオカートやります。よろしくね。というわけで、ここ。というわけで、今日マリオカートやります。よろしくねって感じで、まあ、ここはスノクロやな。DK スノーボードクロス。というわけで、ここバグボでめちゃめちゃやばいアイテム引けるんですよ、これ。はい。というわけで、まあ、キノさんやな、キノさん。まあ、これスターまだ使わんとか。まだスター使わなくてよくってですね、これ。まあ、9割かな。よいしょ、はい。9割して。いや、ミスった。あー、飛ぶけど、まあ、何の意味もない。はい、すいません、って感じで。これ行きません。はい、これ行きません。ちょっと加入戦、取れないですけど。取れないですけど。はい。はい、ボロボロでございます。はい。んー、まあ、10やな。まあ、10ならちょうどええわって感じで、ちょっと金取りたいんやけど。何お前マジで。前は、言ったいんだけど、ちょっとその文明怖すぎる。怖すぎくんって感じなんだけど、まあ、ここで使うわ。まあ、金気のいらんで、まあ、先に入っとくって感じで、キラー引いたけど、ここのキラーなんか微妙なとこしかないよな、マジで。このキラー微妙なとこしかないんで、どこで入れるかがミソになってくるねー、これ。うん、もうここで入れるわ。もう、スター引いたけど、マジで入れるところがわかんない。振っちゃった。これあるよ。ミスった。まあ、でもここで、しっかり差をつけの、はい。で、ここで、しっかり処理をね、こう決めちゃって、うますぎ。お前、持ちすぎやろ、さすがに。すごすんぎくんって感じで。まあ、ここ入れません。無駄巻きしたくないんで。はい。というわけで、まあ、サンダー振らんな、これ。さすがに。まだ入れなくていいね。これはもう無駄巻きに すぎないんで、まあ、まだ持ってくよ、これ。ワンチャンさ、崖越えの時、いらんと思うのよね。なんとなく。まあ、崖越えの時安定させて決めるために、よ。まあ、こういうことよな。で、俺ここで使う。はい。で、これ処理さで。これ処理され。4まで上がって、まあ、4やな。回避したけど。まあ、これはなかなかの両レースくん。はい。というわけで。ちょっと再開遅いな。ちょっと後ろの人たち遅いから、もうこれ待ってられやん。うん。次行くわ。はい。というわけで、モーモーカントリーのミラーですね。まあ、ミラーってね、正直俺、これ言わせてもらうけど、面白くないんで、まあ、こうね、道なりに走っていきたいところなんだけど、まあ、ここって基本的にサンダー出ないからな。マジで遅すぎるやつが言えない限り、サンダー出ないって考えてていいんで、まあ、サンダー出るときはよっぽどな状況なんだなって、まあ、察してあげてくださいって感じで、まあ、これ、前行っとくか。これ、前行くわ。これ、前行って、おや、俺なんか、お前、なんでコインやねん、お前。2位で割ってコインはないわ。ちょっとさすがにって感じなんだけど、ちょっと取んなよ、お前。前は、一旦左ルート行ってて、で、それで金取るんよ。な、まず金取って、どうしようかな、これ。いや、打開しても意味ないんだよね、絶対。打開しても意味ないし、どうせあれ、停車やからな。まあ、奪われる可能性もね。まあ、ちょっとだけ考慮して。前パックンか。じゃあ、これ、なおさら上がんなくていいな。うん、そういう判断ができるねって感じで、キラーは、まあ、真ん中通るから、まあ、適当にここな、いっとく。で、これぐらい大か。こういうね、分岐ルート行って、限りなくね、被弾減らすことがね、とても大事と言っても過言ではないんですかって感じで、まあ、とりあえず処理決めて、OK。これね、アウト走るんですよ。これこっち走るんですよ。ね。そうすると、被弾なくせるんですよ。で、これで、こいつしばく。お前も、いや、しばけない。ちょっとね、ちょっとこれ怖いから、ここで、一個使って、よし、オッケー。怖いけど、いやー、これ行くしかないよね、さすがに。だけど、これね、コースこう外すんですよ。だけど、ほら、あれ取る。ほら、いい感じに荒れてる。いい感じに、お前邪魔やって6だし。え？いや、なんかさ、君へとか思ってるのも、割といいです、取れるんだわ、最近。なんか、調子がいいんだわ。なんでなんやろ。はい、というわけで、部屋変えました。はい。それだけでございます。というわけで、まあ、ここ10人部屋やな。まあ、10人部屋やんで、まあ、3台いける可能性はあると。まあ、その希望にかけましょう。まあ、もちろん、打開です。はい。
まあちょっとね、前が争ってくれることをただただ、ただひたすらね、後ろから狙う、うん、まあ願う、はい、願うだけでございます。はい、というわけで、なんか願うってさ、なんか、言ってたらさ、なんか7月7日、七夕を思い出してきたわ。これはもう完全に価値観、先入観の問題だと思うけど、なんか七夕を感じてしまったわ。そういえば今さ、6月27よな。なんか言うてあれやで、もう。あと10日後に迫った七夕。ああまあ、僕の地元はね、まあ宮城なんで、まあ仙台七夕祭り、まあ行ってみてえなと、はい、思っております。まあこれはね、余談ですね。まあ余談はさておき、キラー引きました。で、裏に近畿なんやな、これ。ちょっと早めに吐きたいから、一旦ここでさ、入って、で、グライダー前で降ろしてくれたらガチ最高なんだけど、ただトゲ行ってて、あー、最高すぎるわ、お前。お前愛してるわ、マジで。最高。で、前が争ってくれんで、これ前出るわ。これ前出て、危なすぎる、テレサにバグられる、2で割る、キノコ出ろ。いや、いらんて。そういうことじゃないね。あー？いや、お前それさ、後先考えて使えよ。もう来るやろってことは。ってことはトゲがあるってことやで。あー、まあどうしようかな。危ない。ちょっと危ないから、これ後行けるわ。これ後行きで比較的被弾減らす。っていう感じでいいかな。はい、まあ、そんな感じで、オッケー、スルーしちゃって。はい、これ、何それ、なんで自分の投げたやつ自分で被弾すんの、意味がわからんのやけど。いやー、もう知らんわ、マジで。あー、これどうなんだ、皮肉んなよ、お前。終わったやん、これ。あー。いや、終わったわ。いや、終わったわ、普通に。はぁ、意味わからん。どういうこと、うん、なんであれさ、俺最下位確定してんのにさ、必要以上にしばかれなあかんの。え、うざいんだけど、普通に。え、また10人目や。ああ、そういえば、ムカついたんで、また部屋変えました。はい。なんか今日はボコされ会が多いですね。最初のスノクロ以外、ごこんど。なぜか俺標的にされています。はい。何かヘイトを買うようなね、行為しましたでしょうか。ちょっと教えてほしいです。意味がわかりません。はい。というわけで、まあ、ここはね、言わずと知れた神コース。この間の実況でもなんか取った気するんで、まあ、まあ、うまくいけばやけど、この間の実況の通りに、まあ、立ち回れていけたらなと思っております。そんなね、不完全燃焼のね、見通すの当たりません。はい。はい、というわけで、ちょっと9位で待っとんの、謎やけど、はい。まあ、そんな感じですね。まあ、とりあえず8で割りたくない。いや、でも、なんかここまで下がったら下がりてえよねって感じなんで、はい。はい、ごっちゃんです。10割やけど、あ、キラ引いたわ。あー、これ持ってくか。こないだの順序で言ったらさ、もうちょい遅めに来て欲しかった展開なんやけど、これ交換しねえわ。まだ持ってく。ちなみに。まあ、キラね、テレサにパクられるよりかはスターの方がまだ心が落ち着くからな。はい。というわけで、まあ、どうしようかな。後ろが何持っとるか、スターか。スターならいいわ。じゃあ、ちょっと待って、9で割って、はい、ここで入れます。はい。で、まあ、無敵回していく戦法になるんだけど、近畿のか、いや、近畿のやな、これ。どうするんすか、これ。あ、ちょっと待って、なんか、絡まれとる、トゲに一人絡まれとってで、これ、どうしようかな。まあ、いや、よっぽどのことないから、ここで入れれば回避できるはずなんだよね。もうサンダーテーブル入ってるからな、これ。いやー、でもな、完全にこれ、いやー、さすがに待たれるわけないよな。はい。いや、ちょっと展開がね、ちょっとおろそかになってきてるんだけど、はい、木野さん引いた。これ大事に持っていくわ。はい。で、あとは被弾しない立ち回りをしていきたいと思います。で、ここ行きます。はい。これで被弾限りなく減らします。で、ミノさん引いたな、俺。ミノさん引いたね。なんかサンダー振りそうやな。なんか振りそうな感じしない？なんかそんな感じするんだけど。で、これね、ここ行くんですよ。これ、こう行って、で、これ残して、いやーた、オッケー、よかった、おらやり返しじゃねえぞ、この野郎、おぉ上出来じゃない、ラスレにしてはふさわしないけど、上出来じゃない、ああ。